今日は日本海側で雨や雪の降りやすい天気となる見込みです。現在の10分天気の状況を見てみましょう。6時50分現在、皆さんからいただいている過去1時間の報告です。この時間は北日本では日本海側の一部で弱い雪、北陸から山陰にかけては日本海側でややしっかりとした雨となっています。現在は上空の寒気の影響で瀬戸内周辺などでも雨の報告をいただいているといった状況ですね。実況の天気図見てみましょう。午前3時の実況の天気図です。日本付近は弱い冬型の気圧配置、上空にはまだ弱い寒気が残っています。日本海には JPCZ、 日本海の収束帯から変わっている、弱い収束ライン、これに伴う気圧の谷が形成されている状況です。今日は日本海側を中心に雨や雪の降りやすい状況が続く見込みです。降水の移り変わり見ていきましょう。全国で見てみますとご覧のような状況ですね。朝のうちは JPCZ の名残がまだ形成されています。朝のうちはですね、瀬戸内などでもちょっとにわか雨あるんですけれども、日中は日本海側が中心となります。午後になりますと日本海でも小さな低気圧がまとまってくるということで、山陰や北陸などで午後を中心に一時的に雷を伴って5ミリから10ミリくらい、一時的にやや強い雨の降るところがありそうですね。そして夜になりますと低気圧が東北地方を通過をしていきます。このタイミングでは東北太平洋側でも雨や雪の範囲が広がる見込みです。今回の降る雨雪の状況なんですけれども、雨雪分布で見ていきますと、午後2時の段階で見ますと、北陸以南では上空の寒気が相対的に弱いため、沿岸平野ではほぼ雨と予想されています。雪質の悪化、路面状態の悪化にお気をつけください。内陸や標高の高い山では雪、そして東北北部から北のエリアでは日本海側を中心に夜にかけて雪の範囲がやや広がる見通しです。最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけますのでご利用ください。